だるまさんが転んだ。すごい。フレーバージャパン。フレーバージャパン TV でーす。どうもフレーバージャパン TV でーす。です。です。ジョスピンです。ゆきです。ミカドです。はい、というわけで、ウィングゼロです。はい、ということで今回フレーバージャパン TV で僕新しい企画持ってきましたよ。え、皆さんブレイクダンスやってるんで心は B ボーイなんでボーイじゃないですか、はいはい、少年の心持ってると思うんですよ。抜けられない、はい、少年から抜けられないよね。少年っていうか子供の頃って言ったら僕たちいろんな遊びしたと思うんですよね。例えば何がある？じゃあミカド。PS4 もっともっとアクティブなやつや。もうお前ら、まあ、かくれんぼとかね、鬼ごっことかやったわけじゃないですか、はい、その中で B-BOY バージョンでなんかできないかなって思って考えたのが、はい、B-BOY だるまさんが転んだ。ルールは、まあ、鬼がいてそれ以外のメンバーでやるじゃないですか。だるまさんが転んだって動いてる間は、B-BOY のムーブでしか進んじゃいけない。なるほど、はいはい。ブレイクのムーブでしか。で、転んだのところまでで、皆さんは足をついてはいけないフリーズ。フリーズ崩れ倒れちゃったその時点で失格。だるまさんが転んだで頑張って B-BOY のムーブで最後、鬼にタッチした人は勝ち。はい。という感じにしてやっていきたいと思います。Yes. はい。そういう通りだと思います。あ、で、そう。で、今こんだけメンバーいるんで、A ブロック、B ブロックみたいな、3-3で分かれて、その3人のうちの1人先にタッチして勝った人が決勝へ進んで、1対1で決勝やっていこうという感じで。メンバー分けの、あ、グッパー、いつも恒例のグッパーをお願いします。グッドパーで分かれましょう。分かれましょう。もう早い、今日。はい、じゃあ、A ブロック太一 VS 帝 VS 一世、そして B ブロック勇気 VS 両スピン VS 鉄、ここでやっていきたいと思います。ではレディゴー。鬼やって、はい、じゃあ、じゃあ両スピン、鬼をお願いします。さあでは行きましょうか。両スピンくん行きますよ。じゃあ第1回戦、だるまさんが、B ボーイだるまさんが転んだ。じゃあ、スタートしちゃっていいですよ。リオスピン、ゴー！行きます。はい。だるまさんが転んだ。まあ、いいとしよう。はい。だるまさんが転んだ。あ、なんだろう、終わった。あ、いやね、ちょっと。もう一回やろう。あの変化球しすぎるとちょっとむずいかも、はい、あ、確かに。ちょっと早くするから、だるまさんが転んだか、だるまさんが転んだとか、だるまさんが転んだだって言われたら止まれない、フリーズできないから。いきます。だるまさんが転んだ。おー、だるまさんが転んだ。おお、新しい。それはだるまさんが、おお、早い。はい、じゃあ一番手でいったのはミカド。 A ブロック勝利はミカド。そうしなかった誰も。勝ったでしょ。じゃあ OK、いきましょう。 B ブロック、だるまさん転んだ、太一始めてください。だるまさんが転んだ。おお、だるまさん転んだっぽいね。だるまさんが転んだ。おお、すごい。だるまさんが転んだ。すごい。おお、だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。おー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 おお、今のはちゃんとたい、てっちゃん勝った。勝ってる。おお、たいちゃん勝ちした。おお、
あのね、シュールなのがタッチする瞬間普通にタッチし立ってタッチするからすげえシュール。おめでとう決勝進出。ででん決勝の鬼決め行きたいと思います。勝った人？九州男児。九州男児全員負けてる。ファンの若手2人。はい。よ最初グーじゃんけんぽい。あいこでしょ。パーで負ける。最初グーじゃんけんぽい。あいこでしょ。いってら、これでいいですか？重顔に、重顔に行ってください。意気込みは？いや、もうここまで来たからには絶対勝ちたいと思ってます。YouTube 慣れてきた。まあ、ちょっとフリーザー苦手なんで、もう速攻勝負で終わらせます。普通にお前、だるまさん転んだの人やん。はい、では、B ボーイだるまさんが転んだ決勝戦。では、鬼の太一くん、始めてください。だるまさんが転んだ。これはどうなんでしょう。これはあ、ついてるし動いてた。え、いきます。太一くん、始めてください。だるまさんが転んだ。おお。だるまさんが転んだ。やばい。お、大丈夫大丈夫大丈夫。だるまさんが転んだ。はいはい。え、まだまだわかんないよ。まだわかんないよ。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。だるまさん転んだ。さあ。はい、ということでお疲れ様です。今回優勝したのは B ボーイ鉄。イエーイ。どうした？いやー、なんかね、こうフリーズで進んでいく方がちょっと自分的にもあのレベルが高くて面白かったんで、もっとフリーズの幅を増やして次はもっと見せ方を研究してかっこよく優勝したいと思います。真面目か。真面目。はい、というわけで、今回いかがだったでしょうか。皆さん、チャンネル登録高評価、まだの人はよろしくお願いします。こんな企画やってほしいとかあったらコメント欄にもお願いします。じゃあ皆さん、バイバーイ。